はい、ダークソンでございます。ただいま私はですね、エンガル町瀬戸瀬というところに来てしまいました。薬師残霊場88箇所というところですね。で、なんかね、登山ができて、まあ、88箇所の、なんだろうね、仏像かなんかあんのかな、まあ、そういう登山道の入り口なんですけど、まあ、ここになんかありますよね、仏像とかね。で、ここには行きません。で、なんで私こちらに来たかと言いますと、今ね、この辺すっごい門別自動車道バイパス工事始まっちゃってて、すごいね、重機とかダンプとか動きまくっててね、せわしないですよね。で、全くね、静かな登山道ではないですが、この入り口になんか水が湧いてるので、早速飲んでみたいと思います。これが霊場に登っていく人たちの喉を潤している湧き水でしょうか。あ、冷たいですね。ずっと北見地方を回ってきたんですけど、後味はね、結構硬いですね。飲んだ感じはね、最初はそんなに硬くないんですけど、この喉を通り終わった後の、この下に残る、舌ってベロね、下に残る苦味っていうのかな、それはやっぱり、ありますね、どこの湧き水も。いやー、でもすごい量湧いてますね。綺麗ですね、水。やっぱりこう、綺麗な水があるところには苔が生えてますね。で、この水が流れる先というのが、湧別川かな？近くに湧別川が流れてるので、そちらだと思います。はい、いかがだったでしょうか。この霊場、山には登らず水だけ飲むという、あまり好ましくない行為をいたしましたが、こちらにもね、美味しい湧き水がございました。以上でダクソンでした。はい、皆さんこんにちは、ダクソンでございます。ただいま私はエンガル町瀬戸瀬というところにですね、瀬戸瀬温泉ホテルというところがございました。はい、こちらですね、源泉が湧いてるということで 100% かけ流しみたいなんですよ。で、沸かし湯でもないし、全部ピュアなまま湧いてるといった模様でございます。で、こちらにですね、池があったんですが、ここにね、温泉湧いてるの流れてきてるんじゃないかなと思うんだけど、前ね、たくさん魚がいたんですよね。でも今見た限りではちょっと見当たりませんでした。あ、いますね。あ、いました、魚。いる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 。これとても水が澄んでいるので、まあ湧き水っていうかね、湧水だと思うんだよね。温泉水とかね。はい。じゃあちょっと行ってみましょうか。はい、ダークソンでございます。ただいまね、瀬戸瀬温泉に入ってきました。で、日帰り入浴で500円ですね。はい、お湯がですね、とっても柔らかくて気持ちいいです。あのね、全身の筋肉、力が抜けるような、感じがしますね。で、ずっと入ってられますね。温度も泉温が42度っていうことで、まあ、パイプを通ってきて適温になるんでしょうね。そんなに暑すぎもなく、ぬるすぎもないという感じでしたね。今、10月ですから、そうですね。そんな感じでした。で、今ね、まあ、ポリタン族っていうんですか、俗に言う、水を汲みに来る人がいるんで、飲泉もできるんですよ。で、中でね、飲んでみた限り、まあ、まろやかな、左右って感じですよね。まあ、で、卵のね、硫黄の匂いはしませんでしたね。苦味もなかったかな。
はい、とてもいいですね、ここの温泉。ちょっと気になる点はやっぱりドライヤーが10、1分で10円だったかな、かかるのと、リターン式のコインロッカーがないですよね。それぐらいかな。いいお湯でしたよ。はい、以上でダクソンでした。